閉じたその中に見えたかすかな眩しさを掴み取ろうとした愚かなドリーマン。伸ばした手は閉じた目に映らなくて途方に暮れる。射程距離から随分遠く一目どうにかまた僕は僕を止めないで生きてる。たった一度笑えるなら何度でも泣いたっていいや。精一杯運命に行こう。世界不世界の半分自分だけに許された権利。セリンで価値を取る夜明けを待たないで。終わった愚かなドリーマー。数えたはキリがないほどの危険や不安でさえも愛して迎え撃った。呆れたビリーバー。目を開いたその先に見える確かな眩しさが空になったハートに理由を注ぐ。そしてまた僕は僕の背中をしていく。たった一つ掴むためにいつでも失うんだ。精一杯存在の証明。過ちも間違いも自分だけに価値のある財宝。セリンで価値を取れ。悲しみ誰もがみんなそれぞれの船を出す。それぞれの見た眩しさが灯台なんだ、yeah. そうだよまた僕は僕の魂を持っている。たった一秒生きるためにいつだって命がけ当たり前だ。精一杯存在の証明。敗北も後悔も自分だけに意味のある財宝。精一杯価値を取れ。愛の日々捨てて拾っていく呆れたビーバー。精一杯運命に抵抗決して消えはしない。僕だけを照らし出すドライ。精一杯価値を取れ。嵐の中嬉しそうに ゆりチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆりです。今回はバンプオブチキンさんのセーリングデーという曲を歌ったんですが、はい、皆さんどうでしたかね。いやめちゃくちゃ良かったんじゃない。でもこの曲ってさ、ワンピース、うん、ワンピース、デッドエンドです、映画ですね。そうそうそう、すごく面白かったじゃん、うん、で、なんかこの曲のイメージがすごく強くて。強いね。ワンピースのさ、うん、雨やめの実、うん、懐かしい。あの映画でこの曲が使われてたのがなんかすごく小学校の時に見た映画だったから、俺は、うん、あ、俺もだからなんかすごく記憶に残ってて、なんかしかもバンプオブチキンも大好きだからさ、千葉出身で子供の時からよく家でも流れてたから、うん、なんかこの曲をこうやって歌ってるのがなんかすごく好きだよね、うん、でもなんか歌えてよかったなと思ったし、うん、なんか逆に子供の時からずっと何回も何回も聴いてたから、うん、いろいろ上手に自分なりに歌えたんじゃないかなって思います、うん、
でこのユグドラシルっていうアルバムに入ってるんだけどさ、うん、何曲目だったか忘れちゃったけど、うん、真ん中ぐらいに入っててさ、この曲が、うん、この順番に聴いてるとさ、うん、このセーリングデーが流れるのをすごく楽しみに、他の曲もいいんだけど、うん、このアルバムを聴いてたのがすごく記憶に残ってる、うんうん、なんかさこれシングルで出てたんだけどさ、シングルがさ、うん、あのユージの好きなロストマンと同じダブル A 面っていう、うんうんうん、ロストマンもめちゃくちゃいいもんね。だからその、はいうん、セーリングデーとロストマンのダブル A 面っていうのがもうすごいよね。やばいよね。めちゃくちゃいいな。なんか、うん、次はロストマン期待してます。ちょっといつか練習してね、ちゃんと歌えるようになったら、あの曲ちょっとね、うん、難しいからね。あ、そうなんだ。あのかぶせみたいなのがあるから、うんうんうん、そのいつも俺がかっこいいよって言ってるとこがさ、うん、かぶせだから、うん、ちょっとそこがねちゃんと歌いたいから、うん、もうちょっと練習してから頑張りたいと思います。皆さん楽しみにしてもらえるととても嬉しいです。最近ワンピースのさ、うん、単行本をちょっと元太に借りて、うんうんうん、ちょっと前だけど、うん、読んでたからね、うん、なんかまたデッドエンドもね、あ、見たいね。ワンピースも見たい。なんかさ、デッドエンドの映画を見に行った時にもらえるキーホルダーが、うん、俺この世で一番かっこいいと思ってた。え、知らないそれ。なんかあんのよ、そのいろんな色で、うん、デッドエンドの冒険ワンピースって書いてあるだけなんだけど、うん、それをなんか家族で見に行って、うん、姉ちゃんがピンクだったんだよね、で俺オレンジでみたいな、それぐらい鮮明に覚えてる。へえ、皆さん持ってますかキーホルダー持ってんのかな。あとさ、このやっぱ MV がさ、うん、そのルフィ出てくるんじゃん。あ、出てくるね。あのていうか映画のシーンだもんね、うんうんうん、あのなんていうの、ダイジェスト版みたいな感じの MV じゃん。え、あれじゃない、その歌っててさ、ガーってルフィが走ってくるやつじゃない。あ、それだっけ。え、そうだよ。なんかカラオケでは映画のダイジェスト版みたいなのが流れんね、うん、あ、そうなんだ。ク、うん、ンプの人たちが歌ってて、ルフィが、あー、するか、あの、あれ多分、背中の、うんうん、分かった分かった。なんかいろんな人が走ってくるときにルフィが走ってくるんだ。あれめちゃくちゃ最高。あれを多分千葉で撮ってるんじゃないかな。違うのかな。そんな地元で撮る MV いいよね、うん、でもあの MV 確かにね、すごい広いところで4人で歌ってるやつだよね、うん、そうそう、うん、あれ最高。皆さんよかったら見てみてください。すごく面白い MV だよね。かっこいいし面白いよね、うん、さっきも言ったけどさ、ユグドラシルっていうアルバムはさ、うん、本当に俺の中ではもうベストアルバムみたいなアルバムになってて、うん、よく好きな曲を入れたこうプレイリストみたいな作るみたいなあるじゃん、うんうんうん、その時にいつもさ、このユグドラシルをから1曲選んでしまうと、うん、なんか俺はユグドラシルをそのままプレイリストに出したくなっちゃうから、うん、いつもあんまり入れないようにしてる逆に。え、どういうこと。プレイ、もうなんかこのユグドラシルの曲はユグドラシルでも1個のプレイリストみたいな。あー、なるほどね。もう完成されすぎてんだ。そうそう、だから俺の中ではそのイメージがすごく強くて、うん、なんか他のところに1曲入れるとか、なんかバンプってあのアルバムを通して物語がさ、うん、あるじゃないけどさ、うんうんうん、ちゃんとあるよね、うん、なんか順番にシャッフルで聴きたくなかった。あ、なんか最初がアコースティックギターの音で始まってさ、うん、最後もアコースティックギターの音で終わるようにできていいんだ、うんうんうん、オープニングとエンディングがあって、うん、だからそういうのを感じながらいつも聴いてて、うん、なんてかっこいいバンドなんだろうっていつも思ってたから、うん、いいなって本当に今でもずっと思うこのアルバムは本当何回聴いてもね、うん、確かにやっぱすごくいいよね。いつでもあの時に思い出せる感じあるよね、うん、今日でも最後のトゥルルンネトゥリーターってすごく上げてちょっとアレンジしてみたんだけど、うん、どうだったかな。あそこめっちゃ良かった。良かったかな。なんかね、有利のかっこよさが出てた気がした。 ありがとうございます。ということで皆さんもね、ぜひこの曲カバーしてもすごくね、こういう綺麗なコードが流れてるんでね、やってみたらすごく楽しいと思います。ぜひ皆さん弾き語りしてみてください。で皆さん、チャンネル登録とグッドはお忘れなく。また明日。チャンネル登録お願いします。